前回はですね、えーまあ、時代区分と旧石時代のねまあ植生ですとか、えー、動物まあ、こういったところをこう全体的にこう見てきたわけなんですけども、えー、今回はその続きでございます、えー、その後ですねこう植生がこう始まってきたんですね植生で植生で あの亜寒帯、そしてえー、そしてですね。温帯性の部分がこう出てきたとで、この頃の当時はですね。えー、まあ、比較的あの寒冷期というところでですねえー。亜寒帯のですね。こう針葉樹林というものがですね。北海道、今は現在ね。北海道とかしかにこうないんですけども。 今あのこのこ頃は中央高地、長野県とか岐阜県辺りまでこう広がっていたということなんですね。温帯性のものはですね、えー、西日本とかね、えー、南日本の太平洋側沿岸、まあ、例えば静岡県とか高知県とか宮崎県とか、あの辺りでしょうか、そして南西諸島、沖縄県ですね、まあ、大体この辺りにですね、えーまあ、見られていたということなんですね。 でこの頃一方ですね、アイラカルデラの巨大噴火がです、ね、こう起きたところを見られているんですね。えはいこの図を見ていただけると分かるんですが、アイラカルデラ、まあその左、えー、右上のところに、ね、若竹カルデラという小さなカルデラがあるんですが、それも一応アイラカルデラの一種として、ね、こう見ていただければいいと思うんですけども、この点線部分に関しましてはね、まだ はっきりこうあの境がこう分かってないというところなんですが、はい、見ていただけるとアイラカルデラにですねこう南のところに桜島がありますねそうなんです桜島アイラカルデラにある唯一のこう火山なんですね、えー、それ以外のですね、えー、カルデラですねおそらくあのこう海にこう沈んでるような形なんだと思うんですけどもこのあの上にあるですね桜島の上にある西あの 湾があるんですけどもおそらくこれがカルデラ湖山じゃないかなとこう見られているわけなんですね、えー、この一応湖の名前がですねしっかりちゃんとこれありましてですね、えー、金江湾とこう言われておりますね、まあ、あるいは鹿児島湾とこう言われているんですけども、えー、こちらの湖がですね 湖でですね、湾が一応これがカルデラ湖というふうに行っております。で、この巨大噴火によってですね、九州から東北日本まで植生に大きな影響を与えました。気候が一気にですね寒冷化に向かう過程でですね、えー、噴火は起こりまして、針葉樹林間をこう始め早めたそうです、えー。このことは動物群や人間社会にも影響を及ぼし、えー、例えば、 それまでは全国均一的な石器文化を保持していたのが地域的な特色のある石器文化圏つまり西日本と東日本というようなです、ね、石器文化圏が成立したというふうにこう考えられます日本列島において氷期から漢氷期への,の急激な変化は高新水から漢深性への変化も急激でありまして気候変化海面変化植生を含めた生態系の変化も急激でありました えー、後期、旧石器時代にはコナラ、クギ、クヌギを主体とした落葉、紅葉樹林が西日本から東日本を覆うようになってきたということです。では、ここからはですね、えーこう、石器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 ってきているのでね、石器についてこう見ていきたいと思います。えー、石器に関しましてもねあの、旧石器時代のことはね、前期、中期、後期とこう3つにこう分けられるんですね。ではまず前期、中期のですね、こう石器についてこう見ていきたいと思います。 はいえー、岩手県は遠野市の金取遺跡、こちら98万年前の、えー、旧石器のこうです、ね、遺跡と言われておりますで。前回出てきました島根県は出雲市の砂原遺跡、約12万年前のですね、えー、そこからですね、えー、旧石器がこう発見されておりまして、えー、島根県出雲市は前期の旧石器、岩手県の遠野市ではなあの中期の旧石器が見つかっております。 日本では縄文時代より前の時代をですね、戦土器時代、または無土器時代と呼んでいるんですね、えー。土器の時代を遡る時代の遺跡や遺物がですね、長い間発見されておらず、えー、土器以前にですね、えー、日本列島に人類は居住していなかったと考えられていたんですね。ところが19、1949、え、年、ー、にですね、相、え、沢、ー、忠宏さんがあ岩塾、えー、現在の群馬県は新、えー、田郡、えー 群馬県は新田郡にですね日、えー、田郡の現在っていうですね、えー、群馬県みどり市のおところなんですがそこからですね、えー、関東ロームスト道中からあ旧石器を発見しました。 日本の旧石器時代の調査研究はここから始まったわけですね。現在まで日本列島全域で4,000か所を超える遺跡が確認されておりこれらの遺跡のほとんどが約3万年前から約1.2万,万年前の後期旧石器時代に残されたものと考えられているわけです。 後期旧石器時代が証明されるとさらに古い時代の発掘が試みられました1960年代から大分県の丹乳、早水台、栃木県は星の遺跡岩軸 D 地点などが調査されまして前期旧石器ゾンヒ論争が行われましたが多くの研究者の賛同を得られなかったこれらの論争は丹乳論争そして K、えー 軽石、生、えー、前期旧石器論争などとしてこう知られているわけですね。えー、1970年代に入りますと前期・旧石器の探索は薄らぎ相違、えー、変年研究や遺跡構造の解明・傾斜をしていたということですね。 でえ1980年頃からとある事件が起きます。そう、旧石器捏造事件というものが発生します。え東北地方を中心にですね、え前期、中期の旧石器時代が日本に存在したという証拠が次々に発見されまして、え発見の中心人物は藤村真一さん。え従来の常識を覆す成果とされ、日本の旧石器時代はあ約70万年前まで遡ることが、ね、証明されたわけですえ。しかし2000年の11月に藤村が三重県の上高森の発見を 現場で石器を埋めるところを毎日新聞の取材班が発見し、同年11月5日に旧石器発掘捏造を報じました。その後、日本考古学協会の調査で藤村が関与した33か所の遺跡の全てが疑わしいものとされ、今のところ前期、中期の旧石器での確実な遺跡は日本には存在しないと理解されています。 2003年12月に長野県平戸市の、うん、入り口遺跡ですね、えー、約10万年前の地層の中から石器を発見という報道がなされたんですが、暖、え、炉、ー、発達がこう明瞭な,ない平戸地域に,地域において総意が明瞭とは言えない状況であり、約23年,、えー、年前に、えー、鹿児島の金鉱湾から噴出したアイラ t n 火山配送 AT より古いとしか断定できません。 2009年現在日本の旧石器で相意が間違いなく確認でき最も古いもので4万年前まで遡るこかどうかといったところでございます。 長野県の飯田市において、竹佐・中原遺跡が発掘調査されまして、この遺跡の4箇所の石器集中地点から804余りのです、ね、遺物が出土しました。石器に含まれている層の堆積年代をです、ね、自然科学分析をしましたところ、3万年前より古く、5万年前より新しいことがこう分かったわけですね。4箇所から出土した石器は2つのグループに分け,まして分けられまして、1つは3万年間。 約3万年3万万年年数千年前これは後期旧石器時代の初めの頃ということです。えー、もう一つは3万数千年前から5万年前ということが推測されているわけで、つまり中期旧石器時代から後期中期石器時代へ移り変わる時期の遺跡であるとこう考えられるわけですね。なんということはですね、えー、旧石器はですね後期中期、えー、前期にはおそらくこうです、ね、人がこう住んでいたという,です、ね、こう形跡がこうあるというふうにこう見られているというわけですね。 はいとよくね、えー、続きまして後期の旧石器のですねこう石器のこう 特徴といいますかですね、こう見ていただきますとですね、えー、後期旧石時代は約3万5000年前に始まり、縄文時代へと移行する約1500年前までというふうにびられておりまして、約2万年続いたと見られています。えー、遺跡は樺太から沖縄で約1万箇所がこう見られているわけなんですが、えー、移行はすべてですね、えー、歴群以外がこう出土するという,う形になっております。えー、極めてまれなんですね。えー、石器ばかりが発見されない有機質など材料で 見つかった道具が途中で、えー、分解されて残りにくいためということなのでね、えー、なかなか石でいうものはですね、こう見つかりにくいんですね。だからあのわ、ー、からないということがこう非常に多いわけでございます。 ということでね、えー、今回はですね、えー、旧世紀時代の今回は石器についてこう見てきたわけですね。えー、ポイントとしましては、旧世紀時代は前期と中期と後期があって、えー、後期にね、えーまあ、人が住んでいた、日本列島に住んでいたのはこれは間違いないと。しかし、中期と前期に限ってはちょっとね不明瞭なところが多すぎてですね、実際に住んでいたかどうかについてはまだちょっと分かっていないところがあるということでね、そこを今回理解していただきたいなと思います。えー、本日の動画はここまでとさせていただきます。 えこの動画がね、非常に役に立ったなと思っていただけたら、ですね、えー、ぜひチャンネル登録、そして高評価のボタンをですね、押していただけますと、ですね、また次回もですね、えー、旧石時代についてですね、今度語っていきたいなと思っております。で、当然ね、旧石時代が終わりますと、こう縄文、弥生、古墳、飛鳥とねこう、時代がこう進んでいくわけですね。で弥生時代に入りますと、ですねこう、1世紀という形でですね、えー 年号がですね、こう振られていくんですね。そこから年号がこういうふうに始まったとこうされていますのでね、そちらについてもですね、こう皆さんと一緒にこう語っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日の動画はここまででございます。それでは皆様、えー、本日のご視聴ありがとうございました。えー、次回の動画はですね、えー、何上がるかどうかはちょっとね、えー、未定ではございますけども、ぜひそちらの方もですね、えー、見に来てください。それでは。